マルモフビオリはサンリオでデザインされたキャラクター群。ふらふわとした見た目の癒し系キャラクターである。公式サイト内の特徴ではクマ、パンダに分類される。2017年2月デビュー。2月10日よりサンリオ公式 YouTube チャンネルにてアニメーションの配信を開始。同年6月雑誌チャオ7月号より漫画。 丸もふびより白マモップのゆるふわダイアリー連載開始サンリオピューロランドにもデビューしておりミラクルギフトパレードの前座に一押しキャラクターとしてモップのライブキャラクターが出演している丸もふびより白マモップのゆるふわダイアリーはシセハルナによる日本の漫画作品チャオ2017年7月号から2019年6月号まで連載された番外編が チャオデラックスにて掲載された。単行本、いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞には2018年より参戦している。第33回は、丸も、不備よりが、新人賞を受賞した。また、いちご新聞に届いた表のみを集計した、いちご新聞ランキングでは、初ノミネートでありながら12位となかなかの高成績を収めている。2020年6月、 第35回サンリオキャラクター大賞でティックトック賞を受賞した。また、コロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ、思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったため、サンリオキャラクター大賞終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催され、 サンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果は、丸も、不備よりは18位であった。また、いちご新聞オリジナル企画で2016年より、サブキャラコンテストが開催されている。第3回のサブキャラコンテストでは、アジマルが6位にランクインされた。第4回は、第1回第3回までの上位20、キャラクター同士の決戦コンテストで、アジマルが34位にランクインされた。 第5回のサブキャラコンテストでは、アジマルが24位にランクインされた。ありがとうございます。